マリア・エレオノーラ・フォン・ブランデンブルクは、スウェーデン王・グスタフ2世、アドルフの王妃。ブランデンブルク選定公、ヨーハン・ジギースムントと、ヒ・アンナ・フォン・プロイ・センの娘。兄は選定公、ゲオルク・ビル・ヘルム。スウェーデン5名は、マリア・エレオノーラ・アブ・ブランデンブリ。1620年、グスタフ・アドルフと結婚し、1626年に、後のクリスティーナ・女王を生んだ。当時、 ヨーロッパで最も美しい王妃と歌われるほどであったがマリアは異常とも言われたくらいにグスタフ・アドルフを熱愛していた。それは当時政略結婚した王室の夫婦では稀有なことであり注目された。マリアは非常に情熱的だがヒステリー気質で女性らしいが知性はないと人々に見なされていた。事実当時の宮廷言語のフランス語を話すことはできたが 母国語である、ドイツ語や卒ぎ先の公用語である、スウェーデン語を学ぼうとせず、まさしく読み書きができなかったが、当時の王族、貴族の女性であってもそれは珍しいことではなく、本人も気に留めなかった。マリアは、学問、政治への関心はなかったが、音楽、演劇、芸術、建築への造形は深く、ドイツの宮廷礼拝堂をスウェーデンに持ち込んでいる。しかし、 それに財を注ぎ多額の負債を作り国家の財政を圧迫した。マリアの市民志向は祖国好みであったため国民の目にはキーに移り指示も薄かった。結婚して半年ほど後、グスタフ・アドルフは戦地に赴き、城を留守にした。当時マリアは最初の子を妊娠しており、夫不在のスウェーデンは暗く陰気にしか感じられず、日々グスタフ・アドルフへの恋しさを募らせたことから、 精神を患い、実家のドイツから連れてきた、事情以外には面会しなくなり、その後長女を死産した。それ以降、マリアは神経質になり、凶暴で嫉妬深い面が顕著になり、すぐに人を罵倒するようになったとされる。マリアは帰還した夫に一目もはばからず、愛情を振りまくが、グスタフ・アドルフはこの時点で、マリアとの結婚を後悔し、もし自分が死ねば、 自分の子は王位を告げず、マリアに摂政は任せられないので、彼女が政治の実権を握ることは叶わないだろうと書き残している。王にはマリアと結婚する前から、創始相愛のエヴァブラーエという愛人がおり、グスタフ・アドルフが死去するまで、その関係は続いていたとされるが、そのことにマリアが気づいていたかどうかは明らかになっていない。その後、1623年に、 次女クリスティーナ・アウグスタを産むが、生まれた翌年に、病で溶接した。あとの1625年に3度目の妊娠をしたが、マリアは、グスタフ・アドルフと離れることを拒否し、周囲の反対を聞かずに、夫と共に軍艦に登場し、船が嵐に見舞われて転覆しかけ、その時に、胎児の胎道がなくなったとされ、帰国した後に男児を死産している。そしてその翌年、 1626年に産んだ三女、クリスティーナ・アレクサンドラが、後のクリスティーナ女王である。クリスティーナ王女誕生時も、妊娠死臨月を迎えていたが、再び戦争に赴くことになったグスタフ・アドルフと、離れ離れになることを拒んだマリアが感触を起こしたため、しぶしぶ同行させたが、戦場で、マリアが、三血き、グスタフ・アドルフは仕方なく妻に付き添って帰国し、 戦場を離れている。王子の誕生を渇望していたマリアは、王女誕生の知らせを聞くと嘆き、こんな大花と黒い目の怪物見たくない。と言い、生まれたばかりのクリスティーナに危害を加えようとしたと、される。グスタフ・アドルフは、マリアのヒステリーに辟易して、距離を置くようになり、娘クリスティーナにも近づかせないように配慮していた。その頃、 マリアの実家がグスタフ・アドルフの敵方に加わったことにより、マリアは宮廷で完全に孤立し、精神的な病も重篤化した。1632年、グスタフ・アドルフが戦死すると、マリアは周囲が彼女は狂ったと勘違いするほど、深い絶望に陥った。翌年夫の遺体と共に、スウェーデンに帰国すると壁を真っ黒にした部屋にろうそくを立てて引き揚り、 グスタフ・アドルフの心臓をハンカチに包んで手元に置いて、話そうとしなかったとされる。彼女は、夫の埋葬を許さず、死後より時間が経過し腐り始めた遺体を抱き、触れ、キスをするので、それを見た者は、体の具合が悪くなるほどだったという。マリアは、夫との死別後、これまで遠ざけていた娘、クリスティーナを、自分の傍らに置いて監禁するようになり、娘に命じ、 自分と同様に暴風の遺体と同じベッドに添い寝させた。クリスティーナは、不王の遺体への添い寝の継続により病にかかったが、クリスティーナを引き離そうとするとマリアが絶叫するため、殺傷の最小アクセルを苦戦しシェルナと議会は頭を抱えた。最後には、王は埋葬されると、彼女は遺体を取り戻そうと、埋葬場所を探し出し破壊したという。最小。 国戦シェルナとはその後も娘の看護犬と養育をめぐって対立し、1636年、マリアは反逆の疑いをかけられ、クリプスホルム城に遊兵された。マリアは何度も脱出を試み、後に敵戦であったデンマーク戦に乗り込むことに成功し、デンマークに渡る。しばらくはデンマークで過ごし、マリアの身元引き取りを拒否していた兄の死後、1643年に、 故郷ブランデンブルクへ渡り、以降はスウェーデンから年金を受給して暮らす。しかしマリアは王族としての特権を剥奪され、事実上スウェーデンから追放された。マリアは1648年に再びスウェーデンへ戻ったが、クリスティーナとの親子関係が修復することは二度となかった。当時もマリアが遠征に行くグスタフ・アドルフの傍らを離れずにリボニアまで同行しており、 クリスティーナ・ウングスタは、両親不在の最中に、去年生後11ヶ月で病死したとされる。ありがとうございます。